キビ上等帝君は、日本古代の5世紀後半のキビ上道の豪族。生は新。父は、キビ上等多佐。母は、キビ若姫。道府系はキビ上道。兄君。伊府帝に、岩木美子。星川千夫美子。日本初期には、父の多佐が妻を奪われたことで、有略天皇を恨み、白木と結んで離反したため、字に、白木、中国に答えずと記されている。 初期は翌年までに白木が背き、偽って八年間功納品を建てつらなかったとも述べている。弟君は天皇の命で日々回復ただし赤尾と共に白木征伐を命じられた。さらに天皇の側近である西館テヒトである官員チリの信玄により九だらからのより優れたテヒトを求める任務も付加された。その都会の知らせを聞いた。 韓国の国つかみは老女に変装して、こつ然と姿を現し、弟君に、白木への道は、福津いたち生きて、思考して後に至るべしと言った。白木までの道が遠いと聞いて、弟君は白木を打たなかった。くだらで入手した、本来の手人を、大島というところに集め、風を待っているということにして、数ヶ月間くだらに滞留していた。すると、 父親の多佐の密集からの伝言が届き、それによると、汝が、両子を、何の子あり手か人を打つやとあった。そして、有力天皇が若姫との間に子を設けたこと、このままでは、多佐の歳加が弟気味の身にも及ぶであろうことは、つま先立ちして、待つまでもなく、すぐにもたらされるであろうことを述べ、我が子汝は、くだらに、声よりで、日本にな通りひそ。 我は、ミマナにより誘致で、また、日本に通りわじすなわち、くダラを根拠地として、大和政権から離反することを勧められた。弟君がこれに従った、という記述は存在しない。弟君の妻のクス姫は、愛国心が強く、忠節であることが、白日や、聖書のようであったという。彼女は夫を誰にも知られない状態で暗殺し、ネアの中に隠して埋めてしまった。 日本初期巻第十四には、楠姫と赤尾は、くだらの献上した手松の手人を率いて、大島にやってきた、という。天皇は弟君が生きていないのを知り、ひたかきしかを派遣し、復命させた。天皇は手人たちを、和の荒れれへの広つゆうに置いておいたが、病で死ぬ者も多く出たので、大友大連出屋に御事のりを出して、 大和の綾正塚に命じて、新刊である、東部後期、倉作りの剣期、ガブ元か倉我が二べ部正し穴西木役後、病安奈良を上もも原、下もも原、新心、原の三箇所に移した、とある。ある本では弟君は無本などせず、くだらより帰国して、刊主人部、コロモヌイ部、シシビト部を献上したとある。キビテ君臣と呼ばれた人物は他にも存在する。 日本初期巻第十九では、五百四十四年の金明天皇の時代に、まとと共に、きびて君く川内ただしらが白木と通じている、といった記事も見受けられる。これは、伝承の混乱だとも、同盟偉人だとも解釈ができる、別人と見た場合は、金明二年四月上のきび人と同一人物だと見ることもできる。ありがとうございます。